インに裏と表があるように、人にもそして物事にも二つの顔がある。どちらの顔を捉えるか、それは見るものによって違う。このアワビを美味しそうだと思う人、グロテスクだと感じる人、見方によって浮かび上がる真実は違う。毒があっても綺麗に見えるのか、毒があるから綺麗に見えるのか。さきちゃん、これ何色がいいと思う？何色でもいいよ、好きな色塗ってごらん。さきさん、コウタ君の病室行ってきます。どうした？点滴つながなきゃ。あ、もうやっといたよ。え、すみません。ねえねえ、さきちゃん、ん、これうまくできたと思う？うん、上手にできたね。コウタ君、本当に飛行機のおもちゃどこにもないの？ない、探したけど。そっか、誰かに取られちゃったのかな。誰かって？誰だろうね。コウタ君、どこか自慢に思ってたでしょ。え？お誕生日でもクリスマスでもないのに、僕だけプレゼントをもらえた。お姉ちゃんにはないのに、僕だけが特別にもらえた。そういうのを傲慢っていうのよ。立派ですよね。穴埋めで急遽書いたりしても。一言多いって。目に留まるといいね、一番読んでもらいたい人に。そうだな。ハヤトんち行っていい？うん、いいよ。じゃあ、舐めてもやろっか。Thank you.
日渋谷のコインロッカーに乳児の遺体が遺棄された。防犯カメラの解析で犯人は都内に住む女子高生だということが判明した。現在赤ちゃんポストの存在が物議を醸している。育児放棄や捨て子助長を懸念する声、その存在によって助かる命があるのだという声、まさに賛否両論だ。ここから先は筆者の個人的な話になるが、私には姉がいる。だが姉とは会ったことがない。それどころかその存在を知ったのも6年前に亡くなった母親の葬式の席でだった。私が生まれる前、工場経営に失敗した両親は生活苦にあえぎ、生まれたばかりの赤ん坊をとある病院の入り口に置き去りにした。姉を捨てたのだ。生後間もない赤ん坊が雪のちらつくアスファルトの上で一体どれだけの時間を息絶えることができただろうか。数年後、なんとか工場を建て直した両親は姉を探した。しかしついに会うことはできなかった。姉の存在を知ってから私はずっと彼女を探している。だが今をもって見つけることはできない。もし両親が姉を捨てた時代に赤ちゃんポストがあったなら、そう思わずにはいられない。新田隼人、隼人、それにしても思い切って書いたよね。はい、自称お姉さんたちからのラブレター。またか。あんな記事書いたらプロって読みが甘すぎるよ。新田ってさ、どんな風に育ったの？どんなって、いや普通に幸せでしたよ。普通に？はい、俺が生まれた頃には工場も建て直ってたし、何不自由なく大学まで出してもらったし。ご両親が亡くなるまでおかしいと思うことなかったの？うん、まさかうちにそんな秘密があるとは思いもしませんでした。完全になかったことになってたっていうか、俺の前だけだったと思えないんですよね。だから余計に申し訳ないっていうか、悪い時に生まれたってだけで同じ親なのに、俺だけが普通に幸せで。でもどんな人生でも結局は自分次第だからね。自分の人生だから気をつけなさい。こういうプライバシー晒すような記事はリスク高いの。いろんな人呼んじゃうんだから。分かってます。自称お姉さん方に騙されたりするんじゃないよ。大丈夫っすよ、ちゃんと踏み絵がありますから。踏み絵？やばい。どうしたイワキング？生まれるんすよ。ああ子供か。あ、似た。これとこれとこれ、ゲラチェック頼んだ。ええー、じゃねえよ、お前同期に子供生まれるんだぞ。分かったよそれじゃ行ってまいります。はい、パパ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あ、そういえば似たにお客さん来てたんだった。客？例の記事見て大阪からわざわざ来たらしい。記事を読んで私のことじゃないかと思って。あ、文江はどうでした？どうもこうも、俺より年下でしたよ。ま、そんな簡単じゃないよね。ですよね。まあ今まで探しても見つからなかったんだし。
人は幸せよりも苦しみを覚えている。傷つけたことより傷つけられたことを覚えている。きっと彼らは覚えていないのだろう。私と会うのが二度目だということ。すぐに私のことだって分かりました。私の戸籍上の誕生日、多分捨てられてた日なんです。いつですか？1980年1月23日。私はその日に静岡県にある病院の入り口に捨てられてたんです。静岡県？父も母も東京出身です。どうして静岡に？きっと自分たちと縁のある町には捨てられなかったんじゃないかな。拾われてすぐに施設に預けられて、今の両親に引き取られたって。大学生の頃、偶然両親が話してるのを聞いてしまって。質問があります。あなたに何かを残しましたか？何を残しましたか？お守り。お守りの中に小さく折りたたまれた一万円札が2枚入ってたって。全財産だったのよね、きっと。ビンゴじゃん。でもな。え？いや、本当に本物なのかなって。だって誕生日も会ってて、おじさんと亡くなった両親しか知らないお守りのことも知ってたんでしょ？いや、そうなんだけど。どうしたの？なんていうか、インスピレーションみたいなもんなかったし、懐かしい感じもしなくて、実感ないんだよね。まあ兄弟って言ってもさ、初めて会ったみたいなもんなんだし、それ普通でしょ。まあ自分でも急に会えて戸惑ってんじゃない？そうかもな。自分を隼人が探してたってこと知って会いに来てくれたんだよ。うん。今度の特集でまた野村先生の裁判の見解とご意見をいただきたいんです。ええ、構いませんよ。はい。ああ、あの事件か。そうですね。じゃあメールでそれをお送りしてもいいですか？はい。じゃあ来週までに。どんな方たちなんですか？育ててくれたご両親って。とってもいい人たちよ。大好きよ。だから両親には未だに何も知らないふりをしてるの。とうとう会うことできなかった。一度会ってみたかったな。でも一度会ったところで実感なんて湧かなかったと思うけど。君もそうでしょ、私に対して。すいません。
私はね、実感って会ってすぐにじゃなくて何かの時に突然湧くものなんじゃないかって思うの。その時が来たら、ああこの時だって。私が捨てられて7年後に君が生まれたんだね。いろんなこといっぱい話そうね。私にとってこの世に血のつながった家族、君だけだから。これからだよね。この番組はライオン、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りします。自身の気持ちに素直に生きればいいの。私もそんなあなたが好きよ。看護師さんって夜勤とかもあるんですか？ええ、大変ですね。一人暮らしだから気ままにやってる。なんで電話に出ないんだよ。話して。ちょっと何なんですか？誰だ？誰って。リコ、待って。やめ、嫌がってんだろ。なんだよ。男の子でしょ、ハルトは。さっきのやつって中川さん、前に勤めてた病院の患者さん。患者？元カレとか？まさか。退院してから偶然会って世間話っていうか、何度かお茶を飲んだりしたんだけど、最近はああやって待ち伏せされることが多くて。それってストーカーじゃないですか？そうかもしれない。警察に相談した方がいいですよ。エスカレートして取り返しのつかないことになってからじゃ遅いです。彼、ご両親を亡くしたばかりなの。人って喪失感が大きいと本当の自分を見失ってしまうことがあるでしょう。私には弱ってる今の彼を追い詰めるようなことはできない。警察以外で何か方法があればいいんだけど。警察以外？はい、終わり。
ダメよ、ここは。すいません。お茶入れるね。あの、弁護士に知り合いがいるんです。え？うちの編集部でお世話になってるんですけど、すごく面倒見が良くて信頼できる方なんで、今度一度俺から話してみます。でも、いいの？ええ、浦ヶ浜法律事務所に勤めている野村先生という方なんですけど、弱い人を守るために弁護士になった正義感の塊みたいな人なんです。約束ですか？ええ、あの、浦ヶ浜法律事務所の野村さんって。私ですが。私、網浜咲と言います。網浜咲さん。アドバンスプレスの新田隼人に聞いてきたんです。相談に乗っていただきたいことがあって。新田さんに？はい、私、隼人とは親戚なんです。そうでしたか。どうぞ。なるほど。現在の被害はいわゆる待ち伏せが4回、自宅で2回と君先の病院で2回。その前にも偶然を装うような出会いがありました。向こうは私に気がつかれているとは思ってないでしょうけど。偶然を装う、ストーカー行為への第一歩ですね。そうですね。その方とは交際されていたんですか？いえ、以前に入院していた患者さんなんです。網浜さん、エスカレートする可能性もありますし、やはり警察に相談することも検討された方がいいかと思いますよ。でも大げさにしたくないんです。これ、私の知ってるストーカー被害者を保護する NPO 団体です。ご自分でできる対策法や相手と接する時のスタンスとか、いろいろ詳しく教えてもらえると思いますよ。ありがとうございます。訪ねてみます。綺麗だったな、野村先生のクライアント。心奪われちゃったりして。野村先生に限ってそれはないんじゃないですか。だってほら、野村先生は僕の話かな。お疲れ様です。まったく。いやね、僕が男性にしか興味がないんじゃないかなんて噂されてるんですよ、同僚たち。え、この年まで独身だからって笑っちゃいますよ。まあ僕も休みの日は一人で映画館に行くのが趣味というつまらない男なんですけどね。野村さんは映画がお好きなんですか？ええ。へえ。同僚の方たちもストレートに聞いてくださればいいのに。大人になるとなかなかないですよね、物事をストレートに聞いたり言ったりすることって。そうですか。違いますか？看護師だからかな。一刻一秒争う現場にいるので、自然と回りくどいことは避けるのか。なるほど、そういうの新鮮ですね。野村さんは心が広いんですね。はい。普通怒りますよ。本当に男性にしか興味ないなら話も、名誉毀損で訴えたりして。あんまり他人が気にならないたちなんですよ。ただのマイペースです。何かありましたらいつでも、もし裁判を起こすなんてことになれば力になりますんで。心強いです。じゃあお気をつけて。ありがとうございました。
ナエタの男は誰だよ。弟よ。弟？そうよ。ごめん。ごめん。サキとは話したかったんだ。もう話したわよね。俺決めたんだ。今から。今から。ああ、サキ一緒に来てくれないか。サキ、サキ。私にはまだやらなきゃいけないことがある。サキ、必ず追いかけるから。サキ、信じて。サキと出会えなかったら、今の俺はいなかった。私もよ。忙しいところわざわざ時間取っていただいてすいません。いえ大丈夫ですよ。実は一つお願いしたいことがあるんです。相談に乗ってもらいたいという人がいて。網浜朝希さんですか。え、例のストーカーの件の。どうして。今日うちの事務所にいらっしゃいましたよ。新田さんの親戚なんですってね。もう少し様子を見ましょう。もしまた何かあればやはり警察に相談した方がいいかと思います。そうですね。よし。お、今出勤？現場だよ現場。事件か。事件かと思って行ってみたら自殺だった。自殺？IT 企業経営の花の独身男性、31歳だぜ。まだ若いのにな。何があったのか。でもさ、俺人の親になってますます思うんだけどさ、みんな生まれた時はウェルカムなのに、なんで自分で命を絶たなきゃなんないんだろうな。いらっしゃいませ。
何かお探しですか？赤、31年前のものあります？31年前、ってことは1982年。1982年ですね。寝床はないんですよ。82年は61年以来の大当たりの年ですから、ホテルやレストランにストックで入ってしまって。詳しいんですね。当たり前よね。何かの会かお祝いですか？ある人の生まれた年なの。じゃあ31歳のお祝いですね。そうね。どういったタイプがお好みですか？おすすめならどんなものでも。お好きなんですね。私ね、何にでも赤を合わせてしまうの。邪道でしょ？そんなことはありません。好きなように飲めばいいんです。こちらはどうですか？これもボルドーなんですけど。そちらで。ありがとうございます。何か一杯飲んでいかれませんか？店からサービスさせていただきますので。また今度ゆっくりできるときにお願いします。はい。ここまではライオン、トヨタと、だから自分で自分をご覧のスポンサーの提供でお送りしました。もっと知りたいっていう思いが恋愛の始まりだとしたら幸せだった。はい、ハヤト、もしもし、ハヤト、大丈夫？今忙しかった？いえ、大丈夫です。今夜どうしてる？もし空いてたらうちに来ない？
座って待っててね。はい。何飲む？ビール？それともワイン？あ、ビールで。ビールね。野村さんと話したんですけど。野村さん？弁護士の。あ、そうそう。あの後また中川さんが来てね。私が自分で事務所調べて訪ねたの。とても親切な方だった。ハヤトの言ってた通りね。野村さんから連絡があったの？いえ、頼もうと思ってこっちから電話したんです。そっか。あ、私ハヤトとは親戚って言っちゃった。ストーカーの件はもう解決したの。がいてくれてよかった。じゃなきゃ今頃一人で悩んでたと思う。ありがとう、ハヤト。さあ食べよう。いただきます。いただきます。あれからずっとハヤトのこと考えてたよ。どうかした？美味しくなかった？あ、いや、うちの味付けはもっと薄いんだけど、自分の好きな味で作ってるうちにこの味になったの。ちょっと濃かったかな。母さんの肉じゃがと同じ味なんです。え？母さんもこうしてネギを。幸せだった。大丈夫よ。私恨んでなんかないからね。お父さんのこともお母さんのこともハヤトのことも幸せだった。呼んでいいですか？
に一番。ようやくお会いすることができましたね。あの、この日が来るのずっとずっと待ってたんですよ。理事長。おお。理事長。そうよ。あ、サキさん初めてだったわね。ごめんなさい、患者さんのお父さんと間違えてしまいました。あらやだ。申し訳ありません。いいんだよ。今の彼女は？あ、網浜咲さん。去年の10月から来てるんです。そう。ナースたちがっかりしてましたよ。理事長が今度の親睦会に来れないって言ったら。奥様のお誕生日じゃ仕方ないですね。理事長は愛妻家ですもんね。いらっしゃいませ。エスプレッソとショートケーキ。かしこまりました。網浜さん、ここでお会いできるなんて。これから先日のお礼に伺おうと思っていたんです。それはわざわざ。そちらのお席にお邪魔させていただいてもよろしいですか？ええ、どうぞ。おかげさまでストーカーの方も収まりました。気持ちの問題だったのかもしれません。野村さんにお話を聞いていただいてから一人じゃないんだって思えて、自然に堂々と接することができるようになったんです。そしたら付け入る隙がなくなったみたいで。それはよかった。お待たせいたしました。甘いものお好きなんですか？はい。野村さんはやっぱりマイペース。そうですか。はい。野村さんぐらいの年齢の男性ってスイーツ好きを隠す方多いじゃないですか。まあまあ、確かに言われてみればそうかもしれませんね。あ、そうだ、これほんの気持ちなんですけど、力になっていただいたお礼です。お気持ちはありがたいんですが、職務規定で受け取ることができないんです。申し訳ありません。そうなんですか。業務以外でクライアントから金品を受け取ることは禁止されてるんです。残念。これ手帳だったんです。手帳？年季の入った手帳をお使いになられていたので、物を大切にされる方なんだなと思いながらも選んだんです。この手帳は司法試験に合格した時にもらったやつだから、かれこれ17年前のものですか？すごい。確かにすごい年季だ。あ、だったらこれの代わりにお食事ご一緒にいかがですか？とても嬉しいお誘いなんですが、食事も同じなんです。ご一緒したいのは山々なんですけど。そうなんですか。すいません、規則ですから。いえ、ごめんなさい、休憩中に長居してしまって。本当にいろいろとお世話になりました。また何かありましたらいつでも。はい。野村さんも気をつけてくださいね。気をつけます。ストーカーにならないように。だって紙一重じゃないですか。どういう意味ですか？長所は短所の裏返しって言うでしょ。古いものを大切にするのは執着心が強いから。弱い人を守りたいという思いで弁護士になられたと聞きましたけど、でもそれって自分の存在価値を誇示したいからとも言えますよね。プラス自意識過剰、周りからの評価を気にしないマイペースな性格は自己中心的とも言える。
ルールや規則を重んじて少しも道を外れずに生きようとするのは、そうでもしないとタブーを犯してしまいそうで怖いから、だから自分で自分を縛りつける。僕の何を知ってるって言うんですか。すいません、つい。ひどいこと言ってごめんなさい。でも長所が長所である限り野村さんは素敵です。確かに私は野村さんのこと何も知りません。でももしもっと知りたいっていう思いが恋愛の始まりだとしたら、私はすでに野村さんに。これお連れの方の忘れ物です。コウタ君のお姉ちゃん、病室に行かないの？そっか、会わす顔ないもんね。お父さんもお母さんもいつも病気がちなコウタ君のことばっかり。お姉ちゃんだって面白くないよね。なんで弟だけ。ずるいよ、先に生まれたことで損することばっかり。弟なんていなければよかったのに。私にはわかるよ、痛いほどわかる、お姉ちゃんの気持ちが。弟がいるの？血液